きチャンネル。こんにちは。こんにちは。なんか、はい、あの育成の話あったじゃないですか、はい、あの育成できない球団なんてないんだよ、うん、まだネットニュースに上がるっていうで、なんか言うとすぐネットニュースに上がるんですよ。最近よく上がりますね。ねえ、はい、そんな影響力あります僕逆に。いやでも嬉しいじゃないですか、この YouTube が結構いろんな方に見られてるっていう証拠じゃないですか。まあまあそうですけどね、はい、もうそれだったら直に取材しに来てほしいですよね。確かに。だからまあまあね、それだけ影響力与えてるんだってありがたいですけど。いやいい話ですよ。まあ逆に変なこと言えないですけどね。いや変なこと一切今まで一個も言ってないですよそうですね、そうですね、すいません、言ってないですね。全く変なこと、はい、全然言ってないですけど。いやこれからもじゃ言わないように、ね、そうですね、はい、だから今日はですね、はい、真っ当な意見、もう素直な意見言っていきましょう、はい、あのこの前もね、その佐々木くんが入ってね、ロッテがなんとかとか言って、うん、その育成だから言ったじゃないですか、はい、育成能力ない球団はないって言ったんですけど、うん、あの育成能力ない人はいるんですよ。人コーチってことですか。そうですね、まあそれは仕方ないですよね、人が。だから組織としては育成能力ない球団ないですけど、はい、個人として育成能力がない人がいるのはこれはもう事実ですよね、はい、だって別に野球界じゃなくたって一般の会社でも皆さんのね、今あの勤めてる会社、うん、もしくは学校、はい、考えてくださいよ、うん、全員が全員指導能力あります。確かに。だから個人としてはあるんですよ。そっか、うん、だから僕は、うん、なんでこの意見がいろんなところで声に なんないのかなと思って、うん、それよくすぐにね、いや佐々木ロッテ大丈夫なんかとか、え誰それどこそこの球団行けてよかったねとか、うん、あそこは育成能力あるよなんとかって言うんですけど、はい、いやいやいや個人で考えようとえじゃあそこのチーム、え担当あのコーチ、うん、いやあの人指導力ないからかわいそうやわとか、うん、逆にチームがね B クラスでも、うん、あそこのチームのあのコーチ、いやあのコーチ育成能力あるからよかったじゃん、うん、っていうのが一番正しい意見じゃないですか、はい、普通に、うん、なんでその大きい球団っていう括りなのっていう、うん、だって今年もそうですけど監督コーチめっちゃ変わってますよね。毎年入れ替わりますから ねだから石井拓郎さんなんかもヤクルトからジャイアンツに行くっていう話もありますし、はい、まあ、楽天だとね平石監督が辞めたりとか、はい、また栗原ね、うん、あのコーチが違う球団行くかもしれへんとか、今井選手が育成になるとか、いろんなこの入れ替わりがすごい激しいじゃないですか、はい、この入れ替わりの教えるっていうコーチが入れ替わってんのに、うん、そのチームの指導力が育成力が延々いいってそんなわけないじゃん。確かにそうですねそれでコーチが入れ替わってんのに能力あるんだったらコーチ何もしないですよね確かに。もう球団のイズムだけで入れたみたいな。そしたらもうコーチ逆にいらないですよ。確かにそうですね、はい、いやでもファンの方ってそのコーチが育成能力あるかないかって分かんなくないですか。実績だけ。いやだから分かんないのに、はい、逆になんでそのチームの育成力があるかないかもじゃあ分かんのかって話ですよねそうですね確かに。いやだってこのコーチが育成うまいかなんて私誰一人分かんないです、はい、まあ、もしかしたら佐藤義則ピッチングコーチがマー君を育てたとか言いますけど、はいはいはい、あだったらじゃあ義さんはいいのかなみたいな、まあ、ほんとそのぐらいですね。そうあるじゃないですか、はい、じゃあ、はい、誰が名コーチなんか教えましょうか。あえ知りたい知りたい、いる分かるんですか。分かります。おすっごい簡単な、はい、それを探れる方法があるんですよ。へ誰が名コーチか、ね、名コーチは、はい、引退した人がこの人のおかげでプロで頑張れましたって、あの取材とかで答える人がその人の名コーチです。あーなるほど。まだ現役の時に聞いてもダメなんですよ、はい、やっぱり同じね組織にいるのに、うん、その直轄の上司のことをいやなんとかさんにお世話になってるんでよかったですと言うでしょ。そうですねそれ確かに。いや全然別に何も教わってないですし、うん、ただいるだけなんで、まあ、特にそのコーチからの影響ないですってユニフォーム着てて言わないでしょ言えない言えない言えないでしょ、はい、だって会社でも考えてくださいよ。もし仮に取材を受けられたとしたら、はい、どうですかって、いやうちの部署はあの上司がうまく回してくれてできてますって言うでしょ。そら先輩の悪口言わないもん取材で。そうだからもうそんな言ったの最後ね、はい、まだ一緒にやらなきゃいけないのに、うん、めっちゃ言いづらいですよね。はいはい口が裂けても言わないでもね引退すると、はい、そこに利害関係一切絡まなくなるじゃないですか。そうすると素直にいや僕だったら引退した時にいや僕が16年間プロでやれたのも、うん、いやキャッチャーだったらもう山中さんっていう、山中さんというのは今年日本ハムの育成コーチになられて、はい、あのアマチュアでもね東京国際大学の監督とか、はい、ノースアジア大学の監督とかして、うん、で来期から日本ハムの育成コーチになるんですけど、その山中清さんに、はい、僕は教えてもらってプロで
長くできたし、あの人がいなかったら僕はもうプロでは絶対活躍してないっていう、だったら僕の中での名コーチは山中さんじゃない。そうですね、うん、バッティングの師匠は福浦さんなんですよ。へー、バッティングはもう福浦さんのおかげで、はい、だからいわばこの2人がツートップですよね、はい、であとはボビーのおかげでいろんなことを知れたから、で、まあ、この3人がトライアングルですよね、僕の中でのもう恩師って言えば、はい、その山中さんってどういうところが良かったんですか。まあ、一番は指導を強制しないんですよ。はい、スローイングの練習、うん、じゃあとりあえずじゃあ A っていうやつやってみよう形、はい、で B っていう形やってみよう、うん、C っていう形やってみよう、最低でも3つぐらいあって、はい、あの佐渡どれがやりやすいってなんですよ、うん、とりあえずやってみて、はい、でいや僕 B がやりやすいですねっつったら、うん、じゃあその B を反復練習して身につくようにやっていこうっつって、だからそのどの道を選択するかは全部選手なんですよ。へえ、でもその代わりあの引き出しはどんどん出してくれます、はい、あのその人ぞれでやってることが違うんですよ。だ選ぶのは全部選手なんですよ、はい、でそれ山中さんが言ってたのは、あのこっちからやらすと結局言い訳が出るっていう、あやらされてる感が出るんですね、でダメだった時に言い訳になるって言って、うん、でそれがあの信頼関係が崩れていく、うん、でも本人に選ばしたら自分が選んだのやから最後まで頑張っていくらしいんですよ、うんうんうん、だから選ぶのは本人って、うん、で山中さんが言ってたのはコーチが育てるんじゃないって言って、選手が育つのを待ってるだけっていう、でもそのためにはいろんな引き出しを与えてやる、うん、でそれを掴むかどうかを反復練習させてさの育っていくのを見守るだけって言う、育てるんじゃないって、選手が勝手に育っていくから、うん、そのための肥料になるだけだって、はい、いやなんかかっこいいですね、自分が教えてるぞ、俺が育ててるんだぞって感がいくない、一切言わないですよくね、はい、チームのキャッチャー見てほしいと思うんですけど、はい、同じ形のチームあるんですよ、はい、全員形っていうのはフォームとかってことですか。そうそう、構え方とか、はい、なんかよく似てんなみたいな、だから要はその肩にはめ込まれていってるんですよね。なるほど、もうこうやれって言われてるんですね。そう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 、うん、でそうなると特に新人で入ってくる選手なんかは、はい、そんな自分の意見言えないじゃないですか、うん、でやれって言われたらもうそうしなきゃいけないのかなってなってくるじゃないですか、はい、でも山中さんは僕らが選ぶ権利あるんですよ、うん、その代わりどれが ABC やってみて、うん、じゃあ D これもあるぞとか、うん、でもずっと引き出し出してくれて、でそれあとはもう後で反復練習していくっていう、引き出し大事ですね。いやすごい大事なんですよ、うん、だからそのチームは僕はもねどこ行っても問題ないと思うんですけど、うん、そう誰につくかのコーチと誰に当たるかの相性もあるんで、はい、そこはすごい大事だと思いますよ、うん、これ他のスポーツもそうなんですけど、はい、団体競技ってすごい難しいんですよ、うん、それなんでかっていうと、はい、コーチとか監督自分で選べないんですよ。あ確かに個人競技って、うん、自分で教えてほしい先生のところに行くじゃないですか、うん、はい、もしくは嫌やなと思ってやめて次行ったりとか、うん、要は先生とか教室、うん、個人競技は全部自分で選びますよ、ね、はい、でも団体競技って自分で選べないんですよ、はい、コーチ勝手に来るんですよ。確かに、まあそれはそうですよね。で今年まですっごい良かった、このコーチと一緒でやれてよかった、はい、って言って、うん、まあ、山中さんもそうでしたけど、はい、クビになっちゃうんですよ、はい、なぜか、うん僕はその前任者とのコミュニケーションの方が強くて、それでやってきたことがあるのに、いきなり来て真逆のこと言われても従わないんですよね。いやそれ結構選手としても困りますね。でもそれが野球界は日常茶飯事なんですよ、はい、今までのこっちが合ってたのに、はい、こうやれって言われるからどうしよう、これやらざるを得ないのかな、そう迷いますよね。でまた崩れていきそうですよね、はい、でそこで性格いい言うこと聞くのはどんどん崩れていって、はい、どう迷って、はい、何がどうか分かんなくなって、良かった時に帰れなくなるんですよ、迷宮入りして、はい、うわ山中さんがチーム離れた時も、うん、今までやってきたことを全否定されて、うん、それ変えなきゃいけないって言われたんですよ、はい、で言われた時に、うん、いやでも最初全然できなくて、うん、やっと長年かけて形も作り上げて、うん、一軍で活躍できるかできないかぐらいになってきた時に、うん、いきなり変えろって、うん、そんな無理やでと思ったんですけど、うん、まだそこまで一軍に実績もあるわけじゃないし、はい、ってなった時にどうしたらいいか分かんないから、うん、山中さんに電話して、はい、山中さんその時日本ハムかなんかコーチ行ってたんですけど、はい、ただその時にこれどうしたらいいですかって言ったら、うん、これは佐藤難しい問題よと、うん、佐藤が絶対できない、今レギュラーだったら自分のやり方どうしてほしいもいいけど、うん、その立場上あの1軍と2軍行き来どうやっと今1軍つかめるかどうかまで来てる時にそのね言われたことをないがしろにして切られんのもきついだからって言って、うん、今までやってきてうまくいってきたのに、はい、それを捨てるのもできひんよなっていう、いやそうですね、はい、だからどっち選ぶのも正解やっちって、どっちにしたんですか。で僕は、はい、でもそうですよね、でもやっぱり今までやってきた、うん、できなかったことが長年かけてできるようになってきた、うん、それにも自信が湧いてきた、うん、でそれを変えろって言われても正直変えれないんで、うん、もう言うこと聞くのやめますって言ったんですよ、はい、
だから僕なんかよくみんなねレギュラーになってからとか実績残してからこんななんかよく言うこと聞かないようになってるって言われるんですけど、僕最初から言うこと聞いてないんですよ。そうなんですね、もともと。そもそも、はい、でもそこで考えたない頭で、さすがに、うん、あの全部従わないでやるのも、うん、自分の立場上怪しいと。いやそうですね、うん、よしと、はい、見てる時だけやろう、まず。そんな器用なことできるんですか。どうでもいい時にやって、はい、本当に大事な時は自分の形でやろうと、はい、でどうせ結果出したら何も言われんやろうと思って、うんうんうん、そうやって器用にやるとこでやらないとこめっちゃ分けて自分の中で、はいはい、でやってで結果残していったら結局案の定何も言われなくなったんですよ。いや器用ですね、それ佐藤さんはすごいですね。いやいやもうここはもう勝負で、こんなんもう言うこと聞いてられないけどみたいな。なんか今もねコーチ辞めて、はい、あの人辞めたんや困るっていう選手もいるだろうし、うんうんうん、でそれが日常産地でやっぱ、ね、こうやって毎年行われていくわけですよ、はい、でだったらそのチームとしての育成能力あるかないかよりも個人のコーチとか監督として育成能力あるかないかを測った方がいいんですよ、はい、だからそこはあります、うん、育成、はい、なるほど。じゃあ今のロッテのコーチ事情って私すみません詳しくないんですけど、まあなんかこうざっと見た感じどうですか。いや僕も中に入って何言ってるかよく分かんないんで、はい、よく分かんないですけどね、はい、どんなもんなのか。そうか、まあ、接しないと分かんないですもんね、はい、でしかもそのドラフト1位の選手が必ず活躍するわけでもないし、うんはい、育成ね能力あるって彼に言われてる人でもで10人入ってきたら10人育てられないですよね、はい、そうですね、うん、このプロ野球のおかしいところが10人中もしくは20人中1人スーパースターに育てたら育てたって言うんですよ、うん、名コーチとか名将になっていくんですよ、はい、20人30人の中で1人スーパースターにするだけですよ、はい、あとのもし20人中だったら19人切り捨てられてますから、ねはい、それを取って育成能力があるって逆に言いますか、はい、どうですかねって。そうですね、いやなんかもう本当にこれって運みたいなもんですね。入った時にめっちゃ運ですよ。会うコーチと出会えるか出会えないかだけですね、はい、めちゃくちゃ大事です、うん、そこはそれだけはかなり重要な問題あるんですけど、うん、チームとしてはないですけどやっぱ個人としてあるんですよ、はい、しかもね、うん、全員が全員育てられないんで、はい難しいとこですね。もうなんかこれ本当に他から育成能力がないとかあのコーチは育成能力があるないも言えないですね、はい、だからそれを言ってもっと議論してほしいです、うん、僕は、はい、なんか安易に、うん、ロッテ大丈夫なんかとか、うん、あのチーム大丈夫なんかとか、うん、あのチームいいよとか、うん、そんなんじゃなくて、うん、そんななんかアンパン食べてないのにこのアンパンめっちゃ美味しいよねっつって中のあんのこと分かんないでしょ。はい、分かんない分かんない、はい、それぐらいその、はい、コーチとかにフューチャーして、うんもっと話したらこの人分かってんなって思うんですけど、うん、そんななんかざっくり言われても、うん、何も分かってねえなとしか思えないんですけど、はい、だからそういうな見方をどんどんしていくと、うんうん、面白いかも分かんないですね。さらに深く知っていけますね。そうですそうです、うん、あとは引退した選手が誰のことを触れるのかを聞いていくと、はい、あその人にとって名コーチはこの人なんだなと分かると思います。じゃあそこに注目していただけたらいいですね、はいはいはい。